さて明日、広島で開催されるゴルフ若手男子トッププロの大会、両ょハウスプレゼンツウイングカップ広島、今日はプロアマ大会が開かれました廿日市市の鷹巣ゴルフクラブで行われる両ょハウスプレゼンツウイングカップ広島、若手男子トッププロによる一日限りの真剣勝負を明日に控え、今日はプロアマ大会が開かれました。今年は ツアー通算6度の優勝を誇る金谷拓が大会に参加します広島出身で広島国際学院高校で腕を磨いた若きゴルフ界のスターが地元で躍動します、まあ、広島で、えー、ファンの皆さんの前で、えー、プレーすることが、まあ、初めてなので、まあ、少し緊張もしますけどウイングカップを楽しみに、えー、してきたので、まあ、とにかく明日は、えー ファンの皆さんの前でいいプレーとゴルフの魅力を伝えていきたいなと思います。